俺もだ。てえ、なんだこれ、バカじゃねえのか。まあ仕方ねえ、このロマンチックな雰囲気でなんとかこいつの心拍数を。ん、今こいつ俺のことコスケって。コスケ、これからはね、私もうコスケのこと好きっていうの我慢しないよ。こいつは私、愛がトゥルーエンドルート9条告白シーンのセリフ。あの名シーンの再現とは卑怯だ。落ち着け、こいつはアイカじゃねえ。一日中ゲームをやってるだけのぐうたら女、人をこき使ってばかりのクソ女、俺に団子をたかろうとしている悪魔だ。好きよコスケ。アイカ弱、弱点武器使った時のロマンのボスみたいな弱さね。乾杯じゃねえか。しかもこの女、それなしでもう一回やる。よっ。いける、アイカの真似さえされてなきゃどうってことはねえ。この勝負もらったぜ。懐かしいわね、こうしてると。あ、覚えてる、トラスケ、小さい頃のこと。あ、ずっと昔こんな風に二人くっついて、トラスケの家の縁側に座ってさ、日差しが気持ちよくてそのまま二人とも寝ちゃって、気づいたらトラスケが私の上でおねしょしちゃったのよね。ああ、小学校の頃、私が引っ越すかもってなった時、トラスケがエナちゃんと結婚するからやだーって大泣きしたっけ。やめろ。中学校の頃、私の部屋で初めて一緒に美少女芸やったのよね。やめろやめろ。その時トラスケが興奮のあまり漏らす。やめろ、イバラだ。イバラだ先輩、何ですかその大量のお団子。勇気と無謀を履き違った弱者がパシってきたものよ。あんたたちも食べろ。このクソチビ女が覚えてやがれ。密着バイタル変身勝負。